うなっていくんですか。アナウンサーとレポートしてた時代があって、うん、ザ女芸人みたいな時期もあって、うん、舞台とかドラマとかその女優業があって、うん、この間少し食事した時にやっぱり再ブレイクしたいっていう、まあ、影響力だったりとかその説得力を持ちたいって言ってらっしゃったんですよ。犬と猫ちゃん の, その発信するためにはやっぱり私自身もって言って、そのアツシさんに相談しに、おお、そう、で、それとかもめっちゃ意外だったんですよ、うん、当時やっぱロンハーにたった一人をフューチャーしてたのが、まあ、鹿野さんか青木さんだったんで、そんな青木さんが実は淳とはプライベートで食事したことがなかったって当時って言ってたのが衝撃すぎたんです。いやだってドッキリは淳さん勝手に見てるだけで、私は全然淳さんと会ってないからね。いや、それほど淳さんと会ってないのよ。ロンハー出てたイメージあると思うけど、家とかももう入られてた時ありましたもんね。そうじゃあその例えばネタバラシとかあるじゃないですか、うん、その時だけだよ、その数時間だけ。え、そう、終わってからみんなでご飯とかもなかったの。なかったなかった。そんな青木さんが久しぶりにそのアツシに連絡してその時間くださいみたいな言った、なんでそこでやっぱアツシさん、あのね、一、うん、回ね、そのちゃんがないけど、私はなんかね、本当にね、はい、青木さやか引退みたいな、正確には覚えてないけど、なんかそういうニュースが流れた時に、はい、連絡をくれたのはアツシさんで、ご飯行こう、唯一、二人でご飯に行ったのが、その時だったんですよ、アツシさん。もう本当に初めてだったので、ご飯行こうって言って、二人で会ったわけ。で、まあネットのニュースだからそこまで信じてないけど、青木やめるのって。でもこういうふうに書かれたってことは何かしらなんかね、うん、火のないところに煙が立たないから何かあるんでしょっていうことで、なんでそういう記事になったかっていうと、なんかある番組で子供が見て傷つくんだったらその仕事を辞めますかみたいな話題になって、子供が見て傷つくんだったらこの仕事を辞めるかもしれないみたいなことがなんかちょっと大きくなって引退みたいなことになったわけ。引退なのかな、まあなんかそんなようなことになったわけ。いよいよこんな風になんかで自慢があって伝わるんだったらやめたいなって思ったんだけど、そういう意味でやめたいってちょっと思ったけれども、あつしさんに会って、そうそう、俺はやめない方がいいと思うけどねっていうふうにあつしさんに言ってくれたのね。それいつですか。え、すごい前、18年前。へえー、で、あつしさんの仕事への向かい方とか自分でどん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 切り開いていくじゃない、はい、本当にすごいよね。今あるところを守るっていうよりは、はい、ずっと攻めじゃん。で、新しいもん見つけては絶対やりますもんね。そう、絶対にやっていくし、新しい人に会っていくし、でも今まである仕事ってだけあるから、はい、こういうスケジュールで動いてるのって感じもあるし、今は分かるけど、その時初めて聞いたの、自分がやりたいところには来れたけど、会いたい人には会えてる、そういうふうに俺は仕事やってるよって。そうか、辻さんとかそんな風に切れて開いてるかなって思ったし、それはなんか青木を見てて一言できることあると思うなって言ってくれて、まあ嬉しかったね、すっごいね。ああもうこの仕事もさ、まあそんなね仕事がない時期ももちろんあるから、ああ他の仕事、まあ他の仕事ってなかなかできないんだけども、何でもでもなんかまあちょっと辛いなみたいな時もあったけれども、そこはやっぱりどうにか続けてきたのはその時の淳さんの存在っていうのもあったから、もちろん他の人もいたよ、はい、だけどやっぱり淳さんの存在っていうのもあったし、淳、うん、さんをテレビで見るたびに、あもう一回一緒に仕事をできたらいいなっていうのが一つの目標でもあったから、今最近元気になってきて、まあ、犬と猫のことをやり始めて、はい、もっともっと広めたいと思った時に、自分が影響力を持ちたいと思った時に、じゃあどうすればいいかなって、じゃあもう一回立ち上がろうって思って、連絡を取ったのが淳さん、よかったと思って、すごいやっぱり淳さん の, その姿勢と攻め、私は好きだな、淳さんはすごくこう私を私として認めてる、そういう淳さんにハザラマザラマザラとして楽でしょ。だから淳さんが やってるロンドンハーツっていうのは、淳さんがいるっていうことでも絶対にどうにか結果出したいっていうのはあるよ。あります。それもだからそれも一つあるし、
あと私が面白くしてくれるだろうなっていうのもありますね、うん、安心感っていうか、そうだからもう何もかも挑戦していこうと思って、今前に来た仕事は絶対にやる、その先には何があるかわからないけれども、とにかく逃げないで全力でやるっていうことをやっていこうと思って、それはやっぱり犬と猫のためっていうのがやっぱ一番にあるからってことですよね。そう、犬と猫のことはもちろんあるんだけども、そのためには何かっていうと自分自身が充実してないといけないと思っていて、自分が一番楽しくないと思っていて、まだ 100% 楽しいいけれないよ全然、世の中に出ていくって大変だじゃん、怖いって思うけれども、どういうことになっていくかわからないけれども、とにかく魂さんが見える景色が違うし、なんか昔売れた時はすごい大変すぎた、それは私自身の余裕がなくて、みんなに助けてもらえなかったけど、今は仲間がいる、それにそのちゃんもそうだし、バラエティに出てるのも吉田さんの仲間だと思う人がいる、だから一人じゃない、でも結局だけど収録終わると電話できる友達がいる、こんな辛かったっていう人がいて、 でも頑張ったじゃんって言ってくれる人がいて、面白くなかったよって言ってくれる人もいる、だからもう一回頑張ってみようかなって。その女優業もオファーがあればやるし、もちろんもちろん、あんな楽しいことはないし、エンターテインメントの世界は私は好きだよ、この世界からはやっぱりなくなりたくない、楽しいじゃん、楽しくない、こういうすごい人と関われるのが楽しいですね。うちは最近その YouTube とかでもローマ字ミスだったからコラボしてくれる相手がいたりとか、芸能人やっててよかったなと思えるだけというか、自分がすごいと思ってる人たちと仕事できたりとか、やっぱテレビ見てるだけだとカットもいっぱいされてるし編集されてるけど、それをやっぱ生でお話聞けたりとか、その後食事会行けて可愛がってもらえたりとか、それがなんか夢あるなっていうところっていう か、そういった意味では芸能界入れてよかったな、だし今もまだ生き残れてってありがたいなですけど、ボランティアチャリティー甲子園やってて、まあ、やっぱイメージないっておっしゃったじゃないですか。でもそれテレビに出てる人が来てくれるのが嬉しいっていう施設だったりとか、子供たちもいるから、みそのを知らないからただただ歌の女の姉さんになってて、え、有吉さんとかあるの、子供たちが目をキラキラさせていう時に、そこで嬉しいとか喜びを感じてくれる子たちがいるんだったら、やっぱりテレビに出てなきゃいけないんだなっていうか、どっかでやっぱり出てるから会えた時にみんなが価値を持ってくれる、そこがなんかちょっとこう葛藤はあります。ゴールがあるから、ゴールを道を決めるとそこへの道は理由があるから乗り越えていけるかもしれない。結局うちの話ばっかりになってしまったんですけれども、ワンちゃんと猫ちゃん、杉本彩さんとやられてるじゃない、そのきっかけ、はい、静岡の道の宮にある DWF の会っていうこの団体と縁があって、まあ、友達が行っていて関わるようになって、はい、別に私は動物のことをすごく大事に思ってるような人間ではなかったんだけれども、まあ、なんか別に大事に思ってないわけじゃないけど、はい、救いたいみたいなそんな気持ちはなかったけれども、はい、でも現実は知ってしまうとやるしかないなっていうことと、あとはなんか私は犬でも同じような性格してるのかなと思ったけど、一気にいろんな動物たちを見てると全然違うので、性格が犬も猫も、でもう人間と一緒なんだってところに初めて気づくってところから始まるんだけど、例えば虐待されてきたワンちゃんとかすごい顔が険しいわけで、人間に噛みついたりとかするわけ、でも愛情を持って、もう毎日毎日毎日愛情を持って接していくと、その犬の顔が変わっていくわけで、その子が里親さんにもらわれていくわけで、それってすごい感動的な話なの。同じなんだよね、動物も人間も。当たり前なんだけど、私は40代にしては分かる。殺処分、まあ、その痛みがない、痛みがないと辛くないから言うんですけど、でも動物は分かってるんだよね、その扉の向こうに恐怖があるってことを怯えてるわけで、変なところに連れてこられて、怖い目に遭う。隠れながらそこにいるって想像しただけで辛いでしょ。辛いですし、杉本彩さんが監修さんというやつ、犬の尻尾っていう本を読んで、めっちゃ泣いて、尻尾の声じゃん、尻尾の声でした。それちょっと取り直していいですか、尻尾。まんま動物の YouTuber さんとアニマルズとか、うん、マークと猫とか、そのみんなからこう処分ゼロを
したいっていう思いとかを聞いて、その寄付とかも一番なんか人間のためにってやってたけど一緒だと思って、動物も人間だと思って最近はその動物のため の支援したりとかしてて、そのタイミングだったんで、青木さん元気って言ってくださってる、気にかけてくださってたよっていうのを聞いて、チャンネル登録してるんで、あのチャンネルの話してください。犬と猫と私たちの人生の楽しみ方というあの YouTube チャンネルをやっております。動物保護についてこういろいろな方にお話を聞いたりとか、全国の保護施設に行ってあのリポートさせてもらったりとかしてますので、ぜひご覧ください。チャンネル登録と高評価とご視聴よろしくお願いします。私のこともさおちゃんのこともよろしくお願いします。SNS もありますので、すべて詳細は概要欄に貼っておきますので、ぜひ。すごい。いやだってうちも広めたいんですもん。いや違う、すごいってのユーチューバーさんみたいじゃん。そんなことできる、概要欄とか言えるよね。いやだってもう自分一人でやるようになって1年経ちますからね。偉いねー。いや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 。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。すごい。これ本来は私がやるべきだよね。いやそんなことないです。あんた誕生日だったの？10月13日誕生日だったんですけど。ごめん。いや違うんですよ、違うんですよ。何のドッキリなの？パセラさんが今回このお部屋用意してくれて、で多分下調べしてくれて、もう本当下調べせずにすいません。いや全然、ね、今日も直接やり取りをして。あそう、はい、全部ね仕事も直接やり取りして。あそうですね、こう知り合いのお店を盛り上げるべくと。こんな素敵なことにしてくださるんですね。はい、そうなんです。通常やってるんですか？はい、やってます。はい、ご希望があれば。はい、すごい、おめでとう。ありがとうございます。おめでとう。36歳。違うんですよ、逆に申し訳ないです。お店の人がめっちゃ気使ってくれて。面白いね、みそちゃんって。おみそちゃんといると面白いことが起きるよ。え、本当ですか？うん、よかったです。みそちゃんの誕生日は私が知らずに。昔はそれこそ国生さゆりさんがその誕生日会開いてくれて、そう、めっちゃ盛大に誕生日会とかやってたけど、なんかもうやんなくなりますよね、どんどん。どうすか？私は全然やらないから、そもそもやってないから。あ、もともとですか？うん、LDH さんがコロナでやっぱりもう誰も使わなくなっちゃった。でも、もう全部揃ってるんですよ、そのステージも音響もライブイベント生配信するとか YouTube の撮影とかでどうぞ使ってくださいみたいな感じで誰にでもいつでも貸します。で抽選で選びます。だから多分一般の方もいただろうし、 YouTuber さんもいただろうし、アーティストの方もいたと思うんですけど、バーンってニュースに飛び込んでくるとやろうかなとは思うんですよ、うん、あなんか36歳の誕生日当日とかに誰が来てくれるかみたいな、本当にガチで。なんかいいじゃん、磯の誕生祭とかやればいいじゃん、毎年歌うたって。絶対嫌ですね。